ダークネスゲーム、シュラです。はい、今回なんですけども、ペッカ工場のマジアチャ型のね、もうやってで、うまくなる小技をね、それとなーく解説しながらやっていきたいと思います。はい。で、お相手ミスター・ジェイカーさん。まあ、この時の手札なんですけど、まずマジアチャは絶対切っちゃダメで、今、卓になるのはロイヤルゴーストか工場バーバリアンなんですけど、ロイヤルゴーストはハシュマエプリンセスとかに強いので、こういう時は一旦取っといて、相手が本当に何もしなさそうだなーっていう時に工場とかこういう感じに刺してあげれば、まあいいかなーって感じです。で、今、ユーノとゴーストがいるので、うまい感じに防衛のカードは揃ってますね。はい。で、こういう感じに、スケドラみたいなやつにはもうポイズン打っちゃっていいと思います。そうすれば相手に今みたいなザップとかも探せることができるし、ダメージも全然入るんですよね。で、そしたら10コスト溜まる前に言うの出してあげれば、おっと、こういう時はマジアチャをこういう感じに出してあげて、これだけじゃ間に合わないと思うんで、ザップを置いて、おっと、こういう時は、相手ミスってんじゃん。相手ミスって。まあ大丈夫かな。大丈夫ではないと思うけど、お相手のミスのおかげってわけでもないか別に。オッケー。そしたら、ですね、また工場が回ってきたので、ペッカ工場って両サイド触れるデッキなので、こういう時は一旦様子見です。で、やってもいいのが、ペッカ工場後ろから出してもいいかってことなんですけど、今は相手の手札にバルーンいないと思うので、多分やっていいですね。はい。で、そしたら相手が何かしらカードを出してくるはずなんですよね。お相手、これラバか。そっか、そうだな。スケドラとバルーンいるんだからラバか、これ。っていう時には、そうですね、まずやるべきなのが、逆サイドぶっぱですね。これ多分相手守れないので、こうやってね、どうにかしてタワーを落としに行くしかないんですよ。で、こういう時どうするべきかっていうと、そうだな、ペッカが左になんとかしてくれるんで、あのスケドラがこっち来てくれるの待ってます。そしてこういう感じにポイズンだけで守ってあげてるんですよ。こういうのって、ラバにはポイズン打つのがまあいいっつうのが決まってますね。で、こういう感じに、はい、そうですね、ポイズンとザップを合わせればうまい感じ処理できるので、これでタワーは保ちつつ、一応相手のタワーも倒すことができると。はい。で、こういう時なんですけど、角からスケドラとか出されるとめんどくさいんですけどね。まあ一応こういう場所から混ぜて出してあげれば、まあ全然届くよと。はい、OK です。で、そしたら、ここ角ペッカですかね。角ペッカすれば、多分あれですね、ババが出てくるので、あとはババを倒してもらって、でもラバってあれなんですよね。ペッカじゃ相性悪いので、まずはこういう感じでスケドラ、落としに来た。落としに来たから、ババで守ってあげます。ババで守ってあげて、あとは、そうっすね、ここら辺から、うまい感じに防衛してあげて。マジやっちゃ、オッケー。そしたら角言うのとか、こういう感じに先制してあげれば、相手多分タバに入ります。はい。こういう感じで入りに行くので、強いです。で、今相手が、困惑してる間にペッカ、角からペッカ出してあげれば、あとはあれかな、ババが来て、そしたらババのことはまたゴーストで受けての、今相手墓石回ってるかな、回ってないかもしれんけど、とりあえずここら辺からエレビズ出して、あ、ここ良くないですね。ここ良くなくて、なんでかっつうとあれなんですよ、5来たら負けちゃうんですね。はい、なのでこういう時は、ギリギリ、オッケー。これ、こういう感じにね、マジアチャ透明に出してあげれば、ファイボンを食らわなくて済むんで。はい、そういう時は、はい、さっきも言った通り、先生言うの食らえ、はい、オッケー、グッドゲームと。今の見ましたか？角言うのはね、大抵の人があまり読めないので、あとちょっとだけ角から刺したいなっていう時は、言うのがおすすめです。はい、では2戦目行きましょう。はい、よろしくお願いします。これも勝てるかは微妙なんですけど、さっきラバに勝てたので、今回もまあ、いい立ち回りができればなと思います。で、さっきも言った通り、こういう時はですね、暇ならザップ打ってもいいんですけど、工場もあるので、工場を出すのが優先ですかね。こういう時は、もうあれなんですよ。やばいので、いろいろ。はい。マジ当てでなんとか防衛しつつの、あ、ディガーまではさすがに反応しない。ってなったら、こういう感じに言うの出してあげて、言うのがこれ先制するんですよね。はい、OK です。はいはいはいと。そしたら、ユーノマジアチャの、相手、なんだこれ。相手、ディガーギャングにゴブジャイまであるけど、何デッキだろう。何デッキか本当に予測つかないんですけど、これやって2コスまで使ってくれたんですけど、本当に申し訳ないね。ちょっと使いすぎかなって気がします。相手、これギャングで守ってくるので、
こういう感じにゴーストを先制させてあげれば相手辛いんですよ。はい。そしたら守れないんでね。で、今度はまたギャングでも、あれか、マジアチャ出してあげれば、今度はマジアチャの処理なかなかむずくて、相手このディガーで多分マジアチャ倒せないんですよ。はい。そしたら、これ左工場かな、相手何出してくるかなんですけど、今コスト使ってるので一旦様子見して、あ、オッケー、槍ゴブ出してくれたら、あとは2発ぐらい入ってくれるので、そしたらまた右らへん工場刺して、で、これ多分ね、コウモリ受けしてくるんですよね。相手が特に、ああ、そういう感じか。だったら左ユーノ出して、これコウモリ来ます。コウモリ来るんでザップ待機して、はい、OK です。そしたらこう打ってあげて、あとは、あのゴブジャイクエイクか、クエイクかはわかんないけど、今何してあげるべきかっていうと、これ 100% ゴブジャイつけてくるので、ゴブジャイに向けてはペッカ出していいです。ペッカ出してよくて、ペッカ出しの、あと、エレビズをここら辺から絶対打ってあげるべきですね。OK。はい、そしたら、この槍ゴブもね、うまい感じに処理しつつ、あとはディガーは無視するか。はい、ディガーは無視しましょう。おっと、やばい。いけ、あー、行ったけど、弱いですね。はい、弱くて、おっと、やめろ、あー、やられた。こういう時は、相手、あれですね、ギャングしか今ないので、ゴースト打っちゃってよくて、で、やばいのが、これ、あれなんですよね。はい、こういう感じで打ってあげれば、まあ、ギリギリセーフと。で、あとはまたペッカだし、右サイド削れてるので、マジアチャ展開かな。マジアチャ展開をしましょう。はい、マジアチャ展開しつつの、あーやばい、それはやばいね。ポイズン打って、タワーになんとか攻めてもらいましょう。はい、で、タワーにうまい感じに攻めてもらった後は、こいつはあれですね、あの、ゴーストで受けつつの、またギャング受けしかないので、工場打ちます。で、うまい感じに、こうしてあげれば、はい、OK。で、刺さって、いけ、ゴースト、はい、OK。そしたらもう、あとは、あの、ゴブジャイ警戒のペッカ出して終了と。こういう感じに、あれですね、スパーキーの時は、マジアーチャーとエレキが要になるかな。あとは、今、スパーキー弱くなったので、ゴブジャイに対してペッカを当てつつって感じで、うまい感じにやれば、とりあえず、勝てると思います。はい。スパーキーには、ペッカ工場は相性良さげなので、はい。うん。いい立ち回りっていうのは、まあ、今の動画見るだけでもいいかな。で、こういう時は、10コス溜まる前にユーノ打ちます。はい。待つ必要ありません。もう、思いっきりユーノ打っちゃってください。で、その後は、お相手ウッドが、ウッド、出すものがないんで、一旦様子見して、え、何 ?ISP? なんか右来そうなので、あー、そういう感じか。26か、これ。26は相性悪いんですけど、ちょっとラグい。ちょっとラグいけど、何で来るかなだよねこれ、右のアイゴリに 100% フォグ合わせてくるので、ここでペッカ待機すると、あれなんですよ。あれ来ない。来ないかも。来ないかもしんないや。来ないかもしんないんで、あの、マスケを倒します。マスケはね、こういう感じポイズンやってあげれば、とりあえず全部倒せないかもしれない、これ。いや、そうだよね。こういう時間に合わないんで、ペッカここら辺に出してあげれば、とりあえず一発には抑えられるんですけど、そうですね。お相手、ここら辺からギャングじゃって、スケとか飛ばすかな。アイゴレ警戒のゴーストなんですけど、今ちょっと先出ししすぎましたね。はい。で、26ホグには何をしたらいいかっていうと、とにかく1分、残り1分になるまでは攻めないことが重要です。はい。あの、ペッカが、あの、26相手に攻めて勝てるわけないんですよ。なので、一旦こういう感じに、こういう感じ守ってあげたいんですけど、やっちまった。やっちまったんで、マスケはまず処理して、こういう時何するべきかっていうと、はい、待ちます。残り1分になるまで本当に何もできないんで、防衛に徹するべきですね。あとは、出発、OK。出発ってなんだよ。突撃しろとか、もうちょっと別の言い方あったはずなんだけど。まあいいや。で、フォグ警戒のペッカは常に出しときつつの、そうだね、26フォグはファイアボールがあるので、あとマジアチャはタワー付近に置いちゃいけないっていうのがありますね。ファイボでタワーごと巻き込まれてやられる可能性があるんで。で、そしたらここら辺からマジアチャ出してあげれば大砲も倒せて、そうだな、左ユーノからの、そっかそっか、で、多分これ、ミスった。ちょっと今、スケ読みしたんですけど、完全な打足でしたね。で、今、右ファイアボール使ったので、ここら辺にホグ出してくる。はい、OK。そしたら、ウッド合わせられても、ここの位置だったら、あれ、ホグ、完封できるんで。そしたら、また真ん中ら辺からマジャチャ出してあげれば、大砲とか来るかな。はい、OK、OK。
そしてで5をまた打たれーの、うーんそうだな、まあめんどくせえな、めんどくせえけど、オッケーオッケー、こういう感じに止めてあげて湯の都市回せて、うん、なんとか、うん無理か、なんとかが無理だから、はいはいはいと、1分切ったけどどう攻めればいいかがわからねえ、どう攻めるかいいかわかんないんですけど、ニール相手はまず勝てないっていうことが、うん、普通だと思ってればいいです。はい、でこれも多分一発入るんですけど、おかしいっすよね、なんで26ってよ、ホグってたった4コストなのになんでペッカを倒せないんですかね、ペッカで倒せないんですかね、これちょっと意味不明なポイントなんですけど、隙読み、あー全然意味ない、意味なくて、あとはマスケも殺すか、マスケ殺してホグ来るんでペッカ連打しよう、ペッカ連打して、はいオッケー、ペッカ連打はね意外と読みに使えますよ。はい、そしたら、あいホグホグ、あーオッケーオッケー、そしてゴーストダシの左ユーノからの真ん中スケかな、あさっきここに出したから、あー意味ない意味ない、読みザップはね絶対にしとこうねってこの前の動画でも話したんですけど、特に意味なかったですね。はい、でこれエレキはあれ先制読みなんですけど特に意味なかったですね。はいはい、オッケーです、オッケーじゃないけどオッケーです。でエレキとゴーストでこれ守れてないね、守れてなくて、とりあえずゴーストで守っての、ここスケ来るね、はいオッケー、オッケーかオッケーかわかんないけど、とりあえずここにペッカらしいの、それは甘えてね、ここマジアチャからの左エレキでこれ一発供与できます、一発供与できるので、あとはエレキの前にババダシーの右ユーノして、あとは多分これスケルトンが来るので隙読みです。はい隙読み暗い、あ遅い、早かった、早すぎた、隙読み早すぎたんですけど、まあ全然大丈夫です。はい供与で、ここ多分またあるホグ来るって言おうとしたんですけど全く来ませんね、全く来ないんで、あとはゴースト左から出すか、左から出して、あとは右ですね、右もまた攻めて、あそうですね、こういう感じで来るんで、はいオッケーオッケー、でそして守っ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 て、なんとかいけいけゴーストいけゴースト倒せ、あオッケーオッケー、はい、こんな感じでホグ完封できるペッカの位置とかを絶対に覚えておくと、 なぜか勝ててることがあるんですよね。ホグの警戒のユニットをとにかく両サイドに振ること、これが重要だと思います。はい、こんな感じでね、まあ解説下手かもしれないですけど、まあ動画何回もこの動画見ていただければ多分使い方は分かってくるかなって感じです。はい、相性の悪いラバと26どっちにも勝てたので、まあ良しとします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。まあまあトークが面白くても面白くなくても高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあはい、またの動画でお会いしましょう。じゃあね。